まず会長さん、今日お疲れ様です。ありがとうございます。お忙しい中また頑張りましょうか。今日はなんか初めて美咲さん参加していただきまして、かなりちょっと走り込んで早いらしいんで、ついていけるかどうかわからんのですけども、お引っ張ってもうて、緊張なんで、いやいや、なんかロープかなんかでつないでね、引っ張っていただけますか。行きましょうか。あ、そうですね。ピナレロ、この前なんかあれやな、ネストロかなんか乗ってませんでした。ネストロやったの、ね、あ、ネスト。うん、会長さん、楽な方、人生楽な方を選ぶタイプなんで、はい。お昼どうされますか。そう、ほんまにどうしますか。どっかいっぱい早いです。幼稚園の、もっと幼稚園。2019年。あ、これ生産後はどうですか。これ2009年モデル。いや、かっこいいって、また口うまいな。これ2009年もよ。プリンス？違う、クアトロチで、うん、当時あれなんよ、1234とかあったよね。それ、うん、でだんだん読んで、これは対してこんなもの。いやえ、うまいわな。僕もね、見たくなとこいっぱい映っちゃうんだけど、どんだけ走ってんのよと思って、これでちゃんとなんかコメント入れて写真撮って、昨日もで桜の花ちゃんと撮ってましたよ。あの巡航スピードでどんなに止まって、どんな写真撮ってんのかなと思ってんだけどね。まあちょっと初めてなんで、ちょっとなんかないですか、一言。発信力のない YouTuber なんですけど。いえ、今日は初参加ということで、はい、迷惑がかからないように頑張りたいと思いますんで、はい、よろしく。はい、よろしく。はい、行きましょうか。行きましょう。ショーか。はい、会長さん、はい、レッツラゴーやってください。何、平均、まあ、同じなんですけど、似てるんですよ。何やかんやって、どえらい分析しちゃうな。そう、だんだん思ってきたんやけどね、もうあかん。うわ、そういう2つも出ちゃう。会長さん、お疲れ様です。なんか今日は手抜いたって。手抜けたちょっとほやけど、これなんか、いやいやいや、調整していただいてありがとうございます。重鎮の走りに見とれてもて、走りに見とれてもて、なんか政治家育ちみたいな、その浮いたような、その上手ごと、すごいですね。初めてとは思えない。あなるほどね。僕もすごいですわ、はい、本当に僕もあやかりたいですわ。ここですね、いつも。はい、はい、これがね、10年後20年後にね、介護を受けるようになって寝込んだ時に、もう YouTube を見てね、余生を過ごすように一生懸命今撮ってるんですよ。
ダムボールの。この僕は売れるんですよね。知らない。それがこっちの大石の方行って、うん、あの大石のあの劇場が最初の最初の橋渡って美味しいよ。ああ。大石の劇場がもうきついですから、ね。現場28号。それきつい。言うちゃってください。言うちゃってください。あれね、もう褒めたらいくらでも調子に乗るだけ。すごいよ。もう喜んじゃったで、コメントくれたって。お、お前そんなお前乗っけても誰もコメントくれへんた。二人くれちゃったけ喜んじゃったよ。これの面白いのはね、体の体力どれだけ残ってるかっていうのがボディーバッテリーっていうのが会長さん、ここまでお疲れ様でした。他をお伝えしてもらっていいんですか？全然疲れてないですね。全然全然全然これから。あ、これからですね。これやんでしょ、こんなとこまで。この世に一つしかない冬の寒さに打ちひしがれないように、誰かの声でまた起き上がれるように。